こんにちは、ジノです。花より団子ということで、桜というより屋台を楽しんできたので、皆さんどうぞご覧ください。まず一つ目は箸巻き食べました。あのさ、どんどん焼きと箸巻き、私間違えて覚えていて、箸巻きはあれなのね、生地だけなのよね。だからもうちょっと物足りないななんて思ったんですけど、まあ食べてみましょう。あのね、だんだん剥がれてきちゃってね、もうあかんわこれはと思いまして、もうお箸で普通に、もう箸巻きっていうか箸で巻いてたものを食べるみたいなね、箸生地食べみたいな、もう意味わからん意味わからんみたいな感じだけど、美味しいですか？そういうことじゃないよ。普通って言ってる。まあまあ、なんかあのいろいろ入ってるのかなと思ったんですよ。なんかでもそうじゃなかった、ただクレープみたいな感じだった、ガレットクレープ。まあ気を取り直してね、私が一番好きなチョコバナナ買いに来たら、あのチョコイチゴも売っててめっちゃいい値段したんだけど、まあ、あのちっちゃいバージョンもあったので、チョコバナナとチョコイチゴ1本ずつ買ってきました。おいしそう、今からでも食べたい。チョコバナナがね一番好きなよ、祭りの中で、うん、なんか生のバナナはフルーツは好きじゃないの。でもこのチョコがかかってるバナナっていう、チョコバナナっていうものがすごい好きなの。もう屋台の中で一番好き、圧倒的に。マジで美味しい。初めてのいちごチョコ、これもね美味しかった。まあそりゃそうだよね、いちごにチョコかけて美味しくないわけないもんね。でもね、大きい方は1000円ぐらいして、ちょっとそれは怖くて手が出せなかったので、この3つ入りの方にしました。でもめちゃくちゃ甘いし、なんかねやっぱチョコといちご合うなと思った。でもやっぱりチョコバナナ。食べてる食べてる、めっちゃ食べてる。あー食べたい。もうね好きすぎてね、スーパーで買ってくる時もあるし、売ってるんですよ。あとは自分で作ることもある。バナナ生までは食べないけど、チョコバナナでは大好き。アイスチョコバナナとかも好きだし、チョコバナナ味のアイスも好き。でもバナナだけっていうのは食べないです。まあ一応お花見なんでね、桜の景色も映しておきましょう。今年はやっぱ遅咲きだったね、どこもかしこもさ、すごい遅かったよ。まあ映えるでしょうと思ってラムネを買いました。ラムネってさ、昔はさガラスだったけど、やっぱ最近はなんていうの、プラスチックなんですよね。やっぱ捨て方の問題なのかな、わかんないけど。うわ、この瞬間の顔めちゃくちゃブサイクだな。成功。でも溢れなかったのでね、まあ成功ということでいいでしょう。ラムネはやっぱ屋台ならではだけど、でもさ、なんかお好み焼き屋さんとかに結構置いてないですか？私そういうところでラムネ飲むの好きなんだよね。これ柄が可愛いなと思って買ったんだけど、ラムネのやつにラベルがついてるだけでした。まあでもそうだよね、そりゃそうだよね、プラスチックにわざわざすり込ませないよね。おいしそうなフルーツ飴。本当はいちご飴が良かったんだけど、家に持って帰ろうっていうことでリンゴ飴にしました。これは後で冷やしてから食べようと思います。珍しくってね、綿飴もね買っちゃったよ。ちょっと可愛いからポンポンプリンにしました。頑張って綿飴開けようとしてるんだけどさ、全然開かないんだよね。ビリってやっちゃう？ダメだよね。全然開かん、全然開かない。はい、Mちゃんに開けてもらいました。意外と、あ、すっごいふわふわ。いただきます。めちゃくちゃ美味しいんだけど、本当に雲みたい。今日見てて。おいしい。怖い怖い怖い。だってどんどん溶けてくんだもん。怖い、見てていくよ。なくなった。やばい、おいしい止まんない。止めよう。これはもう土産だ。土産にします。お土産もう一個、大判焼き。絶対クリーム派、まあ、たまにチョコレート派だけどクリーム買ってきました。ありがとうございます。ちょっと甘いもの続きだったから、しょっぱいもの食べたいねってことでね、唐揚げ一個売りしてくんないかななんて話しながら、ちっちゃい唐揚げを買いました。ありがとうございます。
これがさ、これも結構当たりで、なんかあのローソンに売っている唐揚げくんみたいなナゲットみたいな感じの唐揚げでめっちゃ美味しかったんだよね。そんなに揚げたてってわけじゃなかったから、なんか熱々で食べるって感じではなかったんだけど、すごいさ、私が好きな脂身と皮がない唐揚げでめっちゃ美味しかったの。本当に期待以上、これ最高。ということでね、近くにあの菜の花も植わってたので、まあこんな感じでちょっとお散歩したり、なんかイエーイわーふーみたいな感じでね、ちょっときれいめに歩いてみました。この菜の花と桜のねバランスもいいですよ。こうフォトグラファーの方とか絶景の映えスポットなのかわかんないけど、まあ私たちはフォトグラファーではないのでこんな感じの出来栄えですけど、まあいいね。こう緑のワンピースを着てきたのが正解だったわ。素晴らしい。それじゃあお土産を持ってゆっくり家に帰りましょう。はい、もうちょっと謎の ASMR タイムが続いていますが、皆さんご覧になっていますか？見てます？皆さんなんか作業してます？他のこといいんです、してください。もう謎の ASMR 時間ですので、なんかかぶれちゃってるんですね、この方は。今多分なんかこう音聞かせようみたいなゾーンに入っていて、あの喋ってないです。でもあの美味しいとは思ってます、大判焼き。でももっともっと熱々にしてもよかったなと思うし、私オーブントースターで焼いたんですけど、いつも大判焼き電子レンジで温める派だってことを思い出して、はい、またお祭り今度会うじゃない行く機会があったら温めて食べようと思います。それでは皆さん今日も見てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。